こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、世界中で流行ってるあの例のウイルスがありますよね。あれによって、まあ、当然ですけども、こんなところも影響を受けてこんなことやってるのかっていうふうに感じたことをね、メッセージします。非常にちょっとこう浮ついた内容で申し訳ないんですけども、このね、メールが来たんですよ。メール、どんなメールかと言いますと、ちょっとここね、 JK スタイルって書いてますよね。本日だけの特別スーパーイベント5000円割引延長決定ということで、相当お客さん厳しいんでしょうね。こういうところでも5000円割引でどんどん押してるんですよ。で、これで、ね、どんな案内かと言いますと、これね、もうお察しだと思いますけども、こう女の子がですね、まあ性的な接待をしてくれるという、まあ、いわゆるデリヘル系ですか。これすごいですね。こう本当に高校生みたいな子がいますね。で、こういう時期なんで、もう濃厚接触じゃないですか。こういう風俗営業ですか、デリヘルっていうんですか、濃厚接触だらけじゃないですか。だから相当ダメージをね、食らってると思うんですよ、ね、飲食店で隣の席になるぐらいのもんじゃないですからね。ねっとり行くわけですから。失礼しました。トップ見てみましょうか。これしかしすごいですね。これ東京とかっていうのはこんなことやってるんですか。最高。あ、これサイトの作り方もすごく上手ですね。新人割60分2万円、2万円なんですね。制服清掃10代。困ったもんですね。まあでもね、こういうふうに、本当に裾野まで考えると、たくさんのところに影響が出てるのかなと思いますけども、逆に言うと、例えばこういうところに通ってた人ってこのお金使ってないわけじゃないですか。だからかなりお財布の中にお金が詰まってる状態が今、あらゆるところで続いてるのかなとも思いますし、逆に商売が止まってるところも多いんで、お金が流通しなくて苦しいよっていうところもあるのかなと思いますけども、結局どうなんですかね。こういうふうなことが起きたらお金がなくなるのかな、溜まっていくのかな、どっちかなと思いますけど、私はね、お金止まっていく方だと思うんですよ。ある程度回転してるから、お金ってね、みんなに行き渡ると思うんですよね。ああ、なるほど。あ、3月3日、利用された方の記録が出てますね。3月2日、昨日は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、でも10人ぐらい使ってるのかな ?11、12、あ、まだ結構いますね。あ、12人書き込みがあります。ということで、12人の方は、さっきの2万円ですか。2万円を払ったらしいです。12人。24万、ね、24万ですか。うん、1日24万だときついですね、なかなか。みたいな分析をしてしまった私は何者なんでしょうか。まあ、たまにはね、こういった内容でお届けしても怒らないでくださいね、皆さん。それでは本日は以上です。